最も勝率が高かった戦国武将トップ5。第5位島津義弘。朝鮮出兵で活躍した島津義弘は勝率36勝7敗6分けで、九州平定まではほとんど不敗でした。第4位豊臣秀吉。豊臣秀吉の勝率は106勝22敗15分けで徹底的に根回しを行い、勝ち戦となるようにしてから挑みました。第3位長宗我部元親。長宗我部元親の強さの秘訣は一両不足にあり、勝率は47勝12敗2分けで敗戦のほとんどが豊臣秀吉によるものです。第2位毛利元就。毛利元就は勝率49勝9敗2分けで総大将を率いた戦いでは一度も負けていません。第1位の発表の前にチャンネル登録、高評価、また皆さんの意見もコメントで教えてください。第1位上杉謙信。上杉謙信は勝率61勝2敗8分けで手取川の戦いでは織田軍を圧倒しました。